どうも、大の字です。うーったー大の中学校、うーったいお題です。おうちです。大の字です。さあ、今日はですね、はい、歴史シリーズで、高杉晋作法。おちょっとやってみたいと思いますね。高杉晋作、はい、僕ね、山口県生まれなんですよ。うんうん、実は僕は下関生まれで、ね、そうそうそう、皆さん知ってました、山口県長州藩ですけど、うん、あのイギリスとかと戦争を起こしてるんですよすごいよね、一国の一つの藩が、はい、藩が、もう県がね、はい、県が山口県でね、山口県がイギリスに戦争を起こしたってすごいよ。もともと僕はやっぱり生まれが下関っていうのをちっちゃい頃、幼い頃聞いて、はいはい、松田優作さんも下関だったり、ね、ちょっとこう反体制みたいな人が結構いるっていうかはい、はい、それこそ吉田松陰って名前だけは知ってます、ね、はい、もちろん、もちろん知ってます。でこれ要は徳川の幕府がずっと続いていった時に、うん、まあ、黒船がやってきたりとかしてるじゃないですか、うんうんうん、でそのちょっと手前ぐらいなんですよ、うん、吉田松陰っていう人が、はい、自分で私塾みたいな昇華村長、そうだね、でまあ、要するにその地域の人たちに、子どもたちにいろいろ教えていくんだけど、うんうん、吉田松陰はやっぱその時に中国が、うん、それはもう日本人って中国にすごく憧れていろんな文化を模倣してたわけじゃないですか、はいはいはい、そうね、でもう手本だったあの国が和平で骨抜きされて、はい、もうイギリス植民地みたいになってるの。なるほど。これって次は日本ちゃうかみたいなことを、日本にも入ってくるんじゃないかと、やっぱそういう噂を聞いてて、うん、君たちはどう生きるかみたいな、はいはい、これか、うん、今のだからもう宮崎駿先生が言ってるような感じのやつだったんですよ、はいはいはい、でそんな中に、うん、まあ、弟子として出てきたのが高杉晋作っていう人なんですね、はいはい、でこの人結構いいとこの生まれなんですけど、うん、1839年に生まれてきました、うん、はい、で1853年14歳の時に黒船が来るんですけど、うん、これね当時お父さんの仕事の関係で江戸にいたんですよ、うん、おみだから見てるんです、はい、だから衝撃だよね、14歳で、はい、うん、あれなんやこれと、うん、自分のこの生まれたこの国と全く違う鉄の乗り物で、あの当時の船なんてびっくりするもんね、あれは、あれこれどうなるって、はい、あ、最初に言ってきますけど、うん、一番頭おかしい人ですから日本の歴史上で、幕末のあの当時の人たちの中で、でも多分人気で言ったら坂本龍馬の次に人気あるぐらい、俺の中では高杉晋作って、それはなんでかって、はい、パンクロックなんですよ。なるほど。結局パンクスなんです。はいはいはい。だからモンスターの大好きな。大好きな。まあ要はその、むちゃむちゃやるよんなっていう。へぇー。もともといい、この、いいとこの手だったんだけど、14歳それを見て、はい、で19歳で昇華村塾、吉田松陰の教えのもと。はいはいはい。で、この吉田松陰っていうのも、うん、みんな諸君と、うん、狂いたまえと。名セリフですね。日本史の歴史の中で僕一番好きなセリフの一つです。諸君。諸君。狂いたまえ。狂いたまえ。世の中今から変わりますと。はい。狂いたまえ。や、一丁やって、はい、しでかしてしまいなさい。おうおうおう。言うようなシーンがパンクなんですよ。もう吉田松陰自体がそうなんだ、ね。で、吉田松陰はまあそれで結局幕府に捕まって、処刑されてるんですけど、その処刑されるとか幕府が思ってなかったの。はい。なのに捕まって、いや、老中を実は殺そうとしてましたって、うん、聞いてもないことバンバン喋り出すんですよ。うん。それでこいつやばいやつやっていて殺されるんですよ。で殺されたことによって高杉晋作たち、うん、その山口県にいる長州藩で、もともとは長州って毛利輝元っていう、はい、あの関ヶ原の戦いでおけるあっち側、はい、負けた側の大将なんですよ、はい、石田三成が大将じゃなくて毛利輝元なんですね、うんうんうん、で毛利輝元ってのは広島県とかで一体全部中国地方彼のものだったんですよ、うん、ところがじゃあ徳川家康の接点だった時に一回敵対してたから、はい、じゃあお前領地取るねと、はい、いただけよっつってね、うん、今の山口県ぐらいのサイズになっちゃったんですよ。はあ、それが長州なんですよ。だから徳川に対してはずっともやもや、うんうん、いつかやったのか、はい、持っていきやがって、でこれを持ってたのが薩摩藩と長州藩と、はいはい、で土佐もそうかな、はい、だから結果それが260年後にひっくり返すわけです、はいはいはい、でその時に出てきたのが吉田松陰、こっちは西郷、西郷隆盛、はい、でこっちが要するに坂本龍馬ということなんですよ、はい、で吉田松陰のことを弟子に行ったのが高杉晋作、うん、ところがすっごい短い時間で死んじゃうんですよ。高杉27歳ぐらい、だからそういう意味でカート・コバンとかと一緒ですよ。なるほど、出た。27歳、はい、28歳とかね、なんか言われてますよね、はい、でこの男はだから戦争になっちゃった時に、うん、向こうに和平の交渉で船に乗りに行ってますからね、え、うん、あの単身水、はい、そういう役割を、だからこいつ問題児やけど結局一番できるやつやから、はい、高杉にやっぱ頼るしかないみたいな、
感じなんですよ。で人数少なくてもそれまでやっぱお侍が偉くて、うん、そういう平民みたいな、そういう役割があるけど、この人は騎兵隊っていう、うん、もう僕らの同期の漫才師で騎兵隊に行きましたけど、ね、リーゼント大阪に騎兵隊さんの、あの元になった騎兵隊っていう、うん、もうお百姓さんからそういう民間人全員集めた兵隊を、うん、兵を作るんですよ。へー、ああ、じゃあもう施設 軍隊みたいな。それは別に彼がボーダレスな考え方を持ってたわけじゃなくて、うん、これ間違えてほしくないですけど、彼は別にやっぱいいところ出だから、うん、そういう身分制度みたいなのはありますよって思うけど、能力あるんやったら全然入れていいやんって。ああ、ちょっと頭の柔らかい雰囲気はあったんですか。じゃなくて、おかしいんですよ。ここ間違いないからさ、日本の歴史上この人が一番おかしいんです。そっか。で、19の時にまたこれで藩の仕事で、こいつムカつけの一番仕事できるからなみたいな感じで、はい、上海行ってこい。上海行ってくる、はいはい。そしたら、愕然とするわけ。うん、イギリスやん。おお。イギリス人がバカ者顔で、上海、もう中国人はなんか、こんな、はい、真の人たちがもう、こんな感じで、ペコペコしてる。はいはいはい。これやばい。うん、あ、松陰先生の言ったのはこういうことか。はい。あ、日本もいずれこうなる。入ってきちゃうぞ。うん、ダメだって言って戻ってきて、うん、英国館を焼き打ちするんですよ。うん、火つけちゃえ。狂ってる。火つけちゃえ。やばいっすよ。自分で火種起こしてるか。でやるわけですよ。はい、で駆け抜けるんです、短い時間。はい。で、結果、時代が変わる、政府が誕生する前に死んじゃうんですよ、結核で、うん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 、で、俺は言ってるのはこの もう走り抜けたこの感とかもパンクロックはいはいはい、そうだね、やってること、出すこと全て、はい、もう当時の常識から全部逸脱してて、はい、あ、でもそれやっちまおうみたいな、うん、もうすげえ、すごい実は多分だから14歳の時に見ちゃって、はい、だからパンクロックを聞いた時にレコードでビリビリビリって電気がして、ラジオから流れてきたセックスピストルズでね、で19歳これから大人になるっていう時にシャワー行って、あ、世界はこうなってる、うんうん、もうこれはもう絶対違う考えができないけ、うん、まず行動や、はい、その内緒に偉そうな考えだけ持ってたって行動しないやつは価値がない、おお、なるほど、で行動を起こすわけですよ、はい、でそういうのいろいろやっていくんだけど、うん、体が最後は、うん、さあやっとゴールだってなった時に、うん、結局だから伊藤博文とかは松下村塾なんで、おお、あ、じゃあ初代総理大臣は長州藩なんですよ、あ、そうか、で安倍晋三さんの親もこっからですか、だってそうだよね、政治家の方は結構山口県出身とかいう多い、総理大臣一番輩出してるんで、その礎っていうのがあるのかな、それはその礎が、だけどそれは高杉晋作はもう役を終えて、うん、病気で死ぬんですよ。で、この時にやっぱりその幕末名言集で言うなら時世録っていうの、はいはい、面白きなきよう面白くっていう、はい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 、面白くねえ世の中を面白くしようって言って、うん、まあ、大概これを自分の人生のテーマ、うん、テーマにしてる人は大概思んない人が多いですけど、うんうん、すいませんよく LINE とかでもね書いてる人です、はいはいはい、僕もかぶれてたって書いてた、いや俺はおでんさんに聞きましたよ、高杉晋作の名セリフっていうかね、そうそう、これやっぱね、やっぱかぶれてる、心が14歳の人はだからもう大津さんも昔こんな中指だって、ね、こんな写真撮ってたでしょ、いやいや、パンクスパンクスだって言って、はいはい、だそういう人はみんなこれ好きですよ、そりゃそうじゃん、だって面白くないよ、ね、そうそう、俺が感情見出してやるよ、そう、俺が盛り上げてやる、面白くしてやるよ、今日何が俺紹介したいかって、うん、実はその高杉晋作のやったこととかっていうよりは、うん、この時世録の話がしたいんですよ、おお、はい、僕も若い時尖ってたり、はい、相手にそのいわゆる面白くねえんだから面白くしてやろうって言って空気読めないことやるのが、はいはい、勝手に高杉晋作イズムを、高杉イズムね、イズム、はいはい、なぜなら俺は長州で生まれた男、はい、やってやろうじゃねえかっていう、ね、多分松田優作の中にもあったんだろうなとロング淳さんにもあったんだろうなっていう、淳さんもそうだよね、仕事かぶれてたの若いから、はいはいはい、でお前もそういうパンクだからもう好きだったからね、違う、これ実はね下の句あるんですよ、え、はい、あ、そうなん、面白きなきよう面白くだけじゃないんだ、住み出すものは心なりけりっていう、え、はい、これ、うん、見とったお坊さんが後につけたっていう説と実は生前の時から、うん、要はこの神の句の段階で亡くなっちゃうんですよ、はい、結核で、そういうふうに教えられてきたんだけど、うん、実は生前も作ってたっていう説もある、ほうほう、はい、これは面白きなきよう面白くしたい、
でも住み出すものは心なりけり、つまり全ては心の持ちようであるって言ってるんですよ。つまりね、世の中がつまんないっていうことを転覆して変えて面白くしたいって言ってるわけじゃないのよ、うん、世の中つまんないっていうのはお前がつまんないってことなの。そういうことよ。世の中を面白く見ればいいんだよ、はい、全ては自分の心の取りようですって言った、うんうんうん、これがもうすでに51歳の俺には逆に刺さる、はい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 、今まではパンクスとか、でもパンクスって実際俺たち中指してるじゃん、うん、全然27で知らなかったし俺たち。そうだよね、俺らね。で中指であるとか言うとさ、家族養うのに一生懸命やりたくない仕事もやるじゃん、うんうん、やるよ、頭下げるよ、うん、みんなそうじゃん、はい、そうなってくるとさ、もうパンクリアルじゃないじゃん。でパンクを語る時もさ、やっぱあれは社会制度が決まってるイギリスだから発展したわけであってさ、気持ちはパンクスだよ、はいはい、だけどその時のね、ピュアな14歳にそう言ったら、いやお前なんて何のこといるじゃねえかって言われたらさ、まあまあまあね、そういうとこもあるよ、社会で生きていくなんて、ね、生きていくためには仕方ねえんだよっていうね。言い訳しちゃうやつあるじゃん。そうそう、あるあるある。違うの、もともと高杉晋作は、うん、何でもやってることの行動がそれだから、うん、面白くねえから面白くしてやろうで活動してたように思われてるの、うんうん、違うのよ、はい、みんな見方を変えろって、みんな面白いって思えよって、うんうんうん、生きてることが心の持ちようだからね。これどちらかっていうと若くして病に侵された高杉晋作の心情が見えるのよ。あ、なるほど。だって生きれるってことはそれだけ幸せなんだぞって。そう、長生きできて、うん、そういう人の変わりようとか、うん、社会の変わりよう見えるってことは、うん、それって幸せのことなんだぜって、うんうん、だったら新しいご飯、新しく出会った人、うん、新しい経験体験を面白がる自分は、はいはいはい、それは自分の心の持ちようなんだぜっていうに、うん、俺ね、この下の句があまりにも広まってないですよ。聞かないもんね。そう、俺上の言葉だけで俺、まあ、だからパンクロックだから短い方がかっこいいから、神力で終わっていくよね。これが2分の曲なのよ。だけど実際はこれ4分の曲だった。で、ね、2番に一番伝えたいことがあったってことは言いたい。テレビサイズに切り取られてるんだよ。みんなここだけ言っちゃう。だからかっこいいから。はいはい。刹那 ね、パンクで。そうそうそう。ちょっとロックで。敗退的な感じで、ね。逆らって。で、時代を変えて。うん、でも、高杉晋作の本当に伝えたかったのはこの住み出すものは心なりけりっていう心なんだと、うん、心で全て変わるんだよっていう気の持ちようだ、こっちじゃないのってことを俺が言いたいと、はいはい、本質はそこなんだろうな。で51にしてまた高杉晋作を好きになったそれは最近知ったの？もう昔から知ってた？昔から知ってたけど、うん、やっぱ若い時はすごいから、うん、いい、こんなん知るもん、下の子もないいらない、いらない。そうね、だから短い曲のままでいいってのと一緒、はい、そういう長いのいらない、ギターソロいらないとか、はいはい、そういうの、そういうの、あのテンポがテンポ早くしてね。でも改めて何かの下の句を読んだ時に、あれってよく考えたらこれどういう意味だって、うん、下の句って言って、でこうやってこう写してさ、で調べていったらさ、いやこういう解釈じゃねえかっていうやつがいたのよ、うん、そう考えたら今俺そうだわ、はい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 、俺は今楽しいんだよ、はい、長生きしてることが、はいはい、めっちゃ楽しいな。あと10代の時本当に若くして死にたいとかいう気持ちになったりとかさ、ね、うん、何やって世の中全部がつまんねえとか、うん、何偉そうにあの教師に対してもね、うんうん、すぐ納得いかねえみたいなことをさ、うんうんうん、俺納得いかねえが口癖だったからね。おー、でも今思ったらそれ全部ブルーハーツのマーシーのパクリだ、ね、マーシーが学校の教師に納得いかねえなって言ってるのを読んじゃったから、はい、俺も真似して、はい、納得いかねえなってで俺の中で、あのだから先輩に挨拶しないっていうのが、はいはい、英国館の人野球打ちなの何やってんだあいつみたいなとんでもないとんでもない新人入ってきたぞって思ってたらただ単に嫌われてたそりゃそうだ、挨拶しないだからやっぱそうなのよ。だから違うんだよ、この高杉晋作っていう人は、うん、実はやっぱり病で死んでいくことに対してものすごく実は心を痛めてたんじゃないかなと思ったんだよね。そしてこれから時代が変わっていく、いろいろみんなためらうこともあるよ、はいはい、違うんだよって、うん、新しく変わってるものを自分が面白がるかどうかやでって、うん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 、それって今俺がそうやから、うん、はいはい、俺楽しい、初めて知れたり初めてあの、ね、体験することとかチャレンジすることとかね。俺福岡に行ってさ、はいはい、
最初はなんで言ってんのとか突っ込まれたりいじられたりさ、別にレギュラーあるわけでもないのにさ言ったりするんだけどさ、でもこの間かな、何かを変えようって年齢を重ねていって何かを変えようっていうのを自分で発信すると人が興味を持つって言ってたんだよね。言ってたよね。だから変えることはいいんだよって、それ確かに生命判断の変える話かなんかで出てきたのよ。いや変えていいんですよって、自分が良くしたいと思ったら変えたら人がなんで変えたのっていうので興味を持つからっていう意味では、そういう意味だったらじゃあ俺福岡来て意味あったの、そう要は何か変えたいっていうのを俺がアピールしてるってことが伝わったから、この年になってね、もちろん俺の仕事やからこれ面白くいじってくれたり、はいはい、バカにされたりするいじられ方するのも全然大事だけど、俺自身は全部楽しいから、おお焼き鳥食ったうめえとか、なんやこれみたいな、はいはい、でクリームシチューでご飯食えるようになったとか一個一個ね。あとこの間うなぎくんっていうさ、銀シャリのうなぎくんがさ、ポン酢マニア、ポン酢マニアなんだよ。ポン酢熱く語るのよ、俺感動しちゃって、はい、ポン酢に対してさ、ポン酢めっちゃうまいの欲しいんですわみたいな、で最後にやっぱねポン酢と白飯が合うんですわ、どういうことって言ったら、豚しゃぶにこうトンチョンって乗せてポン酢とご飯で行くのがたまらんのですわみたいなこと言った時によだれが勝手に出てきた。今までやっぱね思ったことないよ、思ったことない、ポン酢とご飯って、まあ、そんなピンとこなかったもんね。だったらそういう俺好きだけどね、あの野菜がいっぱい食べれるからさ、鍋のやつあるじゃん、ね、あそこの温野菜、温野菜もさ最後の雑炊、雑炊だと思ったの、そしたらうなぎくんが違うって、お米で、白飯でライスをポンってやって、あのポン酢が適量滴ってる白いご飯が本当にうまいみたいな、ね、うまそうに言うのよ彼が、さすが M1 チャンピオンだよ、 M1 チャンピオンね、やっぱはぁ、あ、また楽しみできた。おすすめのポン酢買ってさ、そう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 、次食べんだよ、すごい楽しみ。みんなで鍋やってとか言ってたもんな、すっごい楽しみ。 N ウォームを買ったの、年末とお正月自分用のプレゼントに、はいはい、N ウォームの毛布は買う、はい、敷き布団も毛布があんのよ今、はいはい、すっげーあったかいんだよ。すっげー、俺もうね人類の技術英知に感謝だよ。そこに裸で入る、だからさ俺ダメなのよ、暖房つけて寝るのが、はあ、喉がイガイガしちゃって、だからでもう羽毛布団だけだと寒いの、うんうん、ちょっと足が出ただけでうってなっちゃって、うん、きついの、そうだね、うん、それを N ウォームが本当に包んでくれる、はい、マジで優しさに包まれてね、分かんない、子宮の中ってああいう感じなんじゃないかって。じゃあ51にして、はい、N ウォームで俺泣いちゃったのよ。むせび泣いむせび泣いちゃったの、あったけーって、あったけーっす、あったけーっていいんだろうな。そう、俺クリームシチューとかさ、そう鍋とかさ、もうあったけーのに飢えてんだよ、優しさってあったけーもんだよ、俺分かって、愛はあったかい。愛ってあったかさだよ。ちょっといい話になっちゃってんじゃねえかよ。結局愛が深まってきた、だから本当に結婚するならそういう人にした方がいいよ、みんな。好きとか、これ好きとか聞いてみよう、鍋で、うん、鍋とか好きか、鍋とか俺全然好きじゃない、絶対やめといた方がいい、やめた方がいいね。クリームシチューなんか食わねえよ、絶対毛布いらねえよ、絶対やめた方がいい。あったかくねえ、この人あったかくないなって思った方がいい。もうイコールだから本当に。それから俺やっぱそう、高杉晋作イズムがね、俺の中にね、はい、もう一回できたのよ、はいはいはい、出会っちゃった、もう一回。なるほど、ルーツがやっぱ山口だから、だから決してパンキッシュな人がその場で死んでいったらかっこいいとかっていうんじゃないのよ、俺長生きしてるから、はい、だから俺、あ、それでやっと分かったのか、うん、俺いわゆるジョン・ストラマーが50歳で犬の散歩から帰ってきて死んじゃってさ、はいはい、でもジョン・ストラマー50まで来たの、いやそれ、ね、パンクロックの、そうか、ね、でもあれやっぱいろんな音楽をみんなに教えてさ、そう、ね、俺ジョン・ストラマーより長生きできたけど、うん、ジョン・ストラマーは最後の最後は手売りとかしたりさ、ね、チケットの手売りとかやってドキュメンタリー見たら、そうそう、あのクラッシュのボーカルがだよ、サインみんなに書いて、ね、街出てサイン書くからチケット買ってくれないって言ってやるわけ、新しいバンドで、はい、であれを見てた時に、最初若い時にさ、ジョン・ストラマーとワローも人が落ちぶれたなとか、うん、違うんだよ、うん、ジョン・ストラマーずっとその時その時一瞬一瞬楽しんでるし、うんうん、その
多分やけどそのチケット売ってんのも楽しかった、楽しかったんだよね、本当そうだと思う、楽しめる自分だね、うん、俺の本当にいい音楽聴かせたいから、うん、来てくれないかなっていう、うんうん、あれは恥ずかしがってるのただのプライドなのよ、プライド高いやつはね N オーブ買えで高杉晋作のこれまでいけ、下の句まで入れたらおもろいから、面白いよね、ここまで行ってほしいっていう、確かに、これがねどうしても2024年伝えたかった、ね、いやーいい、はい、ちょっといい話になったな、ちなみにちょっとこれだけ言っていて、うなぎくんからおすすめされたポン酢、はいはい、Amazon で買えますから、買えます、これがね福岡の糸島にあるやつなんですよ、はい、糸島のこれがちょっと抜群ですわっていう、はい、言ってましたけど、にびし醤油さんの大ポン酢、はい、もうこれみんな俺まだ食べてないけどちょっと飲んだのよこれ、ね、うなぎくんに飲ませてもらってみんなにあのコップみんなに紙コップに入れてでこれがね出汁も効いててうまいんだよ、そうそう、これが福岡ですね、あの堺市の正義がそうあのうなぎくんに勧めてて、おすすめです、これや見つけましたわみたいな感じ、最高やって言って、だ俺も直しっていう落語が好きだけどさ、うんうんうん、あれも男ってほだされるのはさ、はいはい、鍋焼きうどん食わされるんだよ、うん、やっぱねあったかいもんだよあったかいもんっていいんだよな、いいだから福田さんもうコロナもちょっと明けたんだからさ、うんうん、久々にやろうよ料理、ああそうだね、鍋あ鍋いいね、大の字中学校の鍋そうだよ、もうちょっとね昔中学校鍋やろうよ、中学鍋中学鍋だからポン酢食べてほしいのでご飯で、はい、だからそういう締めがどうとかそうじゃないの、はい、全員片手におかず、白いライス持って鍋、ね、そうだから鍋をおかずとしてね食べる、それがいけるらしいね、この代々竹ポン酢だと本当に美味しいポン酢やったら兄さんご飯進みますせって、まあ、こんな喋り方しないけど銀シャリが言うんだからご飯進むって言うんだからそれはもうね銀シャリご飯代表だからね、もうそんなもん、これは皆さんやっぱ高杉晋作からポン酢の話、ポン酢まで網羅して、はい、あったかいものは本当にいいです、はい、温かくなりましょう、温かくなりましょう、心の温かい人になりましょうチャンネル登録しちょくれー